どうも、セレス。本日はですね、もうめちゃくちゃゆるい動画ですね。私はですね、こうもう最近話題のゲーム、ヘブン・バーンズ・レッドの、リセマラをしながらですね、ただただ喋るというめちゃくちゃゆるいラジオ感覚の、動画となります。このヘブン・バーンズ・レッド、まあ通称ヘブバンですけども、もう今めちゃくちゃ人気ですよね。ダーマイですよ。前田純さん監修。そして今音楽流れてますけども、柳凪さんですよ。ダーマイと柳凪さんが、こう音楽を監修しているっていうところで、本当にすごい話題になってますよね。みんなやってるもん。みんなやってる。だから私も始めたんっていうのもあるし、なんと、私の推しである山根彩さんが出演されているということで、今回はもう山根彩さんのキャラクターをガチャで引くまで、まぁ、ちょっとリセマラしていきながら、まぁ、のんびりとお話でもしようかなっていう、ところです。で、まず最初何話そうかな。最初はね、そうやな、今期のアニメについてでも語ろうかな。今期のね、アニメについて語りたくて、めちゃくちゃ面白いですね。はい。これちょっともう、一回チュートリアルやったんで、私めちゃくちゃチュートリアルでボコボコにされたんですよ。チュートリアルのキャラクター、今までいろんなソシャゲやってきたけど、チュートリアルのキャラクターにボコボコにされたヘブ版が初めてかもしれない。マジでボコボコにされた。びっくりした。全然勝てんもんね。あ、これ。聞いてください。ちょっと黙ります。かやもりとか言ったか。山根彩さんです。尾行ついでに研究棟の中までつけてくるとは、よほど気に入られたものだな。山根彩さん、このキャラクターを、まあ、私は引きたいということですね。で、チュートリアル終了してガチャを引いていく。何の話してた。今期のアニメか。今期のアニメめちゃくちゃおもろいなと思ってて、で、この前の秋アニメあったじゃないですか。もうめっちゃおもろいって言われた秋アニメ。秋アニメよりもおもろいんちゃうかなって私は思ってて、冬アニメマジで面白いですよね。はい、すごい。で、特に好きな曲は何だろうな。曲じゃねえわ。あれ?なんかめぐみみたいなの出てきたんやが?これめぐみんやん、これ。これめぐみんですね。これエクスペリメンタルな君。なんかもう中二やもん。これめぐみんだわ。めぐみんが出ました。ということで、今期のね、冬アニメで好きな、どうでもいいどうでもいい、冬アニメでね、好きな作品って難しいな。でも毎週やっぱ楽しいのはキセ恋が本当におもろいなって思ってて、めっちゃおもろい。あ、山根彩さん聞きます。どうだ、未来は見えたか。めっちゃ見えた。山根彩さんと結婚する未来がね、ということで、まあ、そうそう、キセ恋も好きやし、キセ恋円盤買いましたしね、キセ恋も好きやし、アケビちゃんいいね。アケビちゃん、言うわ。最新話、めちゃくちゃ良かったね。何も起こんないのよ、アケビちゃん。最新話のアケビちゃん見ました？ただ釣りするだけなの。ただ釣りするだけなんだけど、それがいいのよ。なんかさ、否定するわけではないよ。否定するわけではないし、私もそういう部類のアニメ好きなんだけど、やっぱ考察してなんぼみたいなアニメってあるじゃないですか。めちゃくちゃシナリオ作り込まれてて、伏線が張られてて、で、まあ、なんか、その伏線回収した時の気持ちよさがあるアニメみたいな、あれ私もめちゃくちゃ好きなんですけど、やっぱ何も考えずに見られて、なおかつ、こう、心にスッて入ってくる作品っていうのはやっぱ素晴らしいと思うんですよね。私はそれが、まあ、アケビちゃんかなと思ってて、まあ、アケビちゃんもいろんな演出から読み解いていくっていう楽しさもあるんだけども、別に何も考えなくても面白いじゃないですか、アケビちゃんって。まあ、ただ、今回だってね、アケビちゃんと、私、本当アケビちゃんのね、キャラクターの名前全然覚えてなくて、アケビちゃん以外覚えてないんですけど、天宮そらさんがね、てんちゃんがやってるキャラクターと今回釣りをするって話なんだけど、本当に、すごい、なんていうの、微笑ましいというか、まあ、ただそれだけじゃん。正直言うとね、アケビちゃんが、こう、家に誘いたくて、そわそわしてると。っていう中で、こう、誘って、一緒に釣りして、一緒に風呂入って、わぁ、下の名前で呼び合って、やったねーみたいな。それだけじゃん、アケビちゃんって。でも、それがいいのよね。で、私、さらにいいなと思ったのが、まあ、最初、なんか、雨漏りしてんのよね。アケビちゃんの家、雨漏りしてて、なんか、てんちゃんに、なんか、雨漏りするね、家でどう思うって言ったら、家で濡れたくないわね、みたいな。そういうことを、まあ、てんちゃんじゃないけど、てんちゃんのキャラクターに言われるわけですよね。じゃあ、最後どうなったかっていうと、家の中で二人で風呂に入って濡れるわけですよ。あんだけ、
いや、濡れるのは嫌だよねって言ってたのに、二人で一緒に濡れて仲を深めていくっていう、その始まりと終わりの締め方が、6話非常に良かったなと思ってて、あ、アケベちゃんもいいね。あとはクロイツさん、怪人開発部のクロイツさんもすごい面白いし、ビスコも最新話非常に面白かったですね。私はビスコ大好きですね。はい、面白かったし、今期はね、あ、なんかレアっぽいの出た。今期はそのアミューズのね、あの前田香織さんと富田美優さんの2人のキャラクターがめちゃくちゃいいなと思ってて、それとクロイツさんのクロイツさんもいいし、ビスコのチロルも可愛いしっていうところで、もうほんといいよね。おもろいわーって思ってる。可愛いキャラクターがめちゃくちゃ多いなという印象、今期はね。うん。でいう、その可愛いキャラクターっていうところで言うと、なんとですね、進撃の巨人ですよ。進撃の巨人にですね、兄が出てきたわけですね。私、本当にね、金髪美女に弱いからさ、兄のことやっぱ好きだわ。しかも最後さ、ちょっと、なんていうの、硬質化というか結晶の中にいて、そっから出てきたからさ、なんかこう、ゴボーゴボーみたいな、なんかすごい、なんていうの、水が入ったみたいな、そういう息の仕方してたじゃん。エロと思って。めっちゃエロくなかった。兄。いや、めっちゃエロと思って見てたんやけどさ。いやー、よかった。進撃の巨人もよかったね。いいし。やっぱ今期、やっぱ金髪美女が多いね。その、キセコイのマリンちゃんだって、今一応あれも金髪美女でしょ？で、兄も金髪美女じゃん。で、まあ、見てる人も少ないと思うけど、リアデールの大地の、主人公も金髪美女じゃん。で、胸もでかいし。金髪美女じゃん。でしょ？で、殺し合いのね、ちょっと名前、今と忘れちゃったけど、大西沙織さんがやってるあの人も、金髪美女じゃん。多いんよ、金髪美女が。はい、やめられちゃんでーす。これセリフ喋るんかな、後で。ちょっと聞かなあかんね。っていうので、本当に、今期はね、可愛いキャラ多い。これ、山根愛さん、今回の。はい。バーン！いや、これ、あ、これ、チュートリアルで追った子や。え、これ山根さんの聞きたいな。粘るか粘るか、うえー、え、喋らないの、樋口ちゃん喋らないんですか、樋口ちゃん。あれ、樋口ちゃん喋んないの、え、マジでショックねんけど。え、そうなん。ということでね、まあ非常に冬アニメがおもろいというところですね。で、私今非常にね、苦しいというかね、そういうことがあって、何かっていうとね、YouTube が全く伸びないっていうね、そういう悩みを持っているわけです。まあ、私 YouTube を始めてね、2年ぐらい経ちましたけれども、まあ今まで一度もそんなガツンと伸びたことはないわけです。ここまでね、すっげースローペースで、まあ600人ぐらい、ね、630人という、方にフォロー、登録していただいているわけですけれども、もう今週なんてまず一人も増えてないからね。今週チャンネル登録者数マジで増えてないし、なんなら減ってるからね。なんか毎日投稿もしてて、で、ショートもやってんのよ。ショートって YouTube あるじゃん、1分ぐらいの。あれもやってて、なおかつ減ってるからね。お、なんかもう迷走してるわ。最近なんか自分迷走してるし、なんか、なんだろうね。ドツボにはまってる感がある。昨日なんてわし風呂入って動画撮ってっからね、意味わかんないよね、もう意味わかんない。自分でももう意味わかんないねって思う。で、どうしたらいいもんかねっていう。で、まあ、ちょっと考えてんのが日曜日ですよ。日曜日に、キセコイの感想動画あげようかなっていうところを考えているわけですよ。これ、山根さん来い。あ、ちげえな。これ違いますね。声でわかる。うわぁ。何これ、目ないやん。そう。だから、キセコイの動画って伸びるんですよ。多分ね。結構伸びる。出すだけで伸びるっていう感覚があるから、私、だ、そっから、まあ、円盤買ったし、円盤買うぐらい本当キセコイは好きなので、再生回数うんぬんかんぬんとか置いといて、本当に感想は語りたいなと思っているので、その、次7話かな ?6 話 ?7 話かな、その後半はちょっと毎週動画あげようかなと、キセコイの動画あげようかなっていうところは思ってる。これで伸びなかったらちょっとわしはあかんねっていうところで、今期はね、面白いって言ったやん。マジでおもろいのよ。冬アニメマジでおもろいんやけど、動画、YouTuber 観点、アニメ系 YouTuber という、ところから見ると、
ちょっとあれかなってところです。なかなか再生回数を稼げる作品がないんですよ。で、進撃の巨人も、あれさ、上げる人多いからさ、分散するんだろうね。再生回数も全然上がらないし、鬼滅の刃とかも多分全然上がんないの。上げる人多いから分散しちゃって。かといって、じゃあ、そういう局所的に攻めれる作品があるかっていうと、そうではなくて、それこそ、キセコイぐらいなんじゃない？なんか、上げたら伸びるみたいな。多分、他ないんじゃないか。だから、それって言うと、秋アニメって本当素晴らしくて、本当無色転生だって上げたらバコンいったし、私の中で言うと、マブラブっていう素晴らしい作品と出会えて、あれは本当に私円盤買うぐらいハマりましたけど、本当原作勢の方が、非常に、熱心というか、熱い心を持った方々でしたから、もう上げたら本当に見ていただけるっていうところでコメントもすごいいただきましたしっていう作品があったんですね。そう、あ、冬はないかなっていうところを感じれば、王様ランキングぐらいかな。王様ランキングは結構その傾向があるんですけど、まあなかなか厳しい、戦いを強いられているなというのが私の中ではね、冬アニメはあるので、まあもう少しいろいろと、手を変え品を変えといいますかね、いろいろと考えていかないとなと思っているわけです。っていう中で、結構やっぱアニメ系 YouTuber って難しいんですよ、本当に。こんなに作品じゃなくてコンテンツ依存の YouTuber ってなかなかないなと思っていて、マジで作品によって再生回数めちゃくちゃ変わるわけですよね、アニメ系 YouTuber というのは。うん、で、コンテンツ依存の YouTuber ってめちゃくちゃいるんですよ。他に言うとね、あれですよ。あいつ、あれ。ゲームとか、ゲーム実況とかもそうやし、結構あるんやけれども、アニメ系 YouTuber はさらにかなりのコンテンツ依存。そもそも3ヶ月でだって、どれだけ人気、再生回数が稼げるような作品も、でもおさらばしないといけないわけじゃないですか。ね、それきついよね。まあ、ずっと上げ続けるっていうのもいいかもわからん。今でも多分無職転生の動画上げてる人とかいらっしゃるかもわからんけれども。でも結構きついと思うんですよね、そういうのって。できないのよ。だから本当に、そのクールで放送する作品に全て委ねられてしまうっていう、きついなと思っているんだが、だからこそ私はこう実写でやるわけですよね。で、実写の強みっていうのは何かっていうと、やっぱ表に出てくるので人間性というのを伝えられるわけですよ。うん、そこが一番強い。で、まあ、結構今伸びてるアニメ系 YouTuber っていうのはやっぱ表に出てないんですよ。ね、伸びてる何万回とか毎回コンスタントに稼ぐアニメ系 YouTuber さんっていうのは、基本的には表に出てなくて、まあ、声は自分の声なんだけれども、アニメの切り抜き絵を使ったりだとか、そういう形の方ばかりですかね。で、逆に実写の方だと本当にボコボコですね。はい。全然再生されないっていう、ところを感じていて、本当に、ヒロさん、ヒロさんだってね、15万人ぐらい登録者いらっしゃるのに、この前上げた動画7000回とかでしたしね。で、あと、例のゆら、言ってた、ゆらさんとかね、3万人とかいるのに3000回とかでしょ。だから全然やっぱ、実写って伸びないのよ、今の時代。うん。それは険しいなと思っているところなわけですが、でもね、私は実写で頑張っていきたいと思っていますね。実写やからこそできることもあるし、まあ実写やからこそ伸びない部分とかもあるんですけど、ね、いけると思うのよ。うん、頑張ったらね。うん、なんて言うんだろう。うん、頑張りたいと思っているわけ。ちょっと、これさ、思ったんやけど、ガチャ引きながら喋るってマジ難しい。てか、ゲーム実況者ってすごない？どういうのをしてんねやろ。無理ねんけど、マジで。なんか、無理ねんけど。喋れんもん。黙っちゃったでしょ今。ねえ、黙っちゃったでしょ。黒焦げにしてやるぜ。結局切り刻むんだけどな。どうだ、未来は見えたか。未来はずっと見えているよ。未来はずっと見ている。山根彩さんと結婚する未来がね。これもう最後10連引いてやめるわ。それでは最後に20連引いて終わります。山根彩さんってか、ひじってこの時点でもう無理やってわかるもんね。これ全然でんくない？渋くない？このガチャ
このガチャっていうかヘブ版結構渋くない？なんかまだ馬の方が出る気がするんやけど。じゃあここがここえ固まったし、めっちゃ固まったし重たいんかな。えこれでもいやいいね、ヘブ版はね、いやおもろいんじゃないですかね、やっぱ。うん、アニメ化してほしいな、ヘブ版ぜひ。キーさん、お願いします。そのやっぱこのヘプ版がアニメ化する頃にはなんか私有名になってたりですね、有名になってて、なんとかピエワークさんがまたねやっていただいてですね、私富山県のアニメ系 YouTuber ですから、なんとかですね、コラボ、 PA さんとコラボしてですね、そして山根彩さんと出会って、まあ、そのまま結婚するという未来を私は見えてますね。先ほどもね、何回も樋口さんがですね、山根彩さんが言ってる樋口さんが未来は見えてけないみたいな言うてましたけど、そういう未来が私には見えてますね。ということで、まあ、全く出ませんでしたね。最初だけよ、最初だけ出ましたけど、樋口さん出なかったんで、また今後もずっと弾いていきたいと思いますけれども、ぜひ皆さんもですね、ヘブ版やってみてください。なんか今すげー話題になってるんで、面白いんだと思います。私も、まあ、がっつりはやらないけど、ゆっくりやっていきたいと思いますし、聞いてください、この音楽。やっぱ、ダーマイは音楽作った天才やから、それに柳凪さんもおんねやもん。それはおもろいに決まってるて、いい音楽に決まってるて。ということで、ぜひ皆さんも、ヘプバンをやってみてですね、山根彩さんに触れていただければなと思います。では。まだチャンネル登録登録してないならしていて。